パチスロバトルリーグとは完全自腹のガチンコスロバトル。6名の出演者が己の名誉と誇りをかけ勝負を挑む。対戦ルールは1対1のシングルマッチ。勝敗は3枚数により決定。勝者には勝ち点が与えられる。またその日の収支や獲得枚数などでも勝ち点を獲得。その勝ち点により順位を競い合う。各グループトップになった者だけが許される決勝戦。優勝するのは一体誰だ。パチスロバトルリーグ。パチスロバトルリーググループ B、 嵐 VS ドッパチの後半戦。まずは前半戦のダイジェストから。こっちにここにあるはず。おっ、本戦のグループ B、 今日勝った方が優勝決定戦行きに王手をかけると言っても過言ではない大事な一戦。ホーム側嵐はマクロスフロンティアで勝負をかける。とりあえずカノニあたりから攻めていこうかなと。まず朝市はとりあえず挙動を見ながら動いていきたいなと思います。チェリー、そうこうなんなかったっけ。あ、中チェですって。熱い。あ、危ねえよ。とりあえず通常時強チェリーからのバルキリータイム当選ですね。初当たりは投資7000円で通常時からの ART。 幸先の良い出だしかと思われたが、やべえな、やべえ。まあチャンス目からの当選濃厚です。続いての当たりは追加1万1000円でチャンス目からと思われる ART と、再び設定差のあるところからの当たりと、設定的な手応えはあるものの追加投資が止まらない辛い展開が続く嵐。もうちょっと盛り上げてくれよ。結構ボーナス感でハマってんぞ。ただ天井は遠いっす。宣言超えました。オハセンです、オハセン。お前、おい、ちょっとまずいよ。赤はまずい。前だ、イチャイチャしてんじゃねえ。天井が見えてきたところでボーナスに当選と隙もない嵐。これで早くも総投資は3万1000円となってしまう。お前な、神様。当たりました。中断メールが当たりました。神様、ありがとう。このレギュラー中に ART 当選と九死に一生を得た嵐。この ART は3セット継続し、その後は持ちコインで自力での ART や本日の初ビッグなどがつながり出す。やりましたよ。とはいえようやくビッグいけた。嬉しいな。聞きましょう、聞きましょう。しかし再び出玉を飲まれてしまった嵐。ついにこの台を諦め、特定ボーナスを最低2回は引いていた隣の台へと移動したところで前半戦が終了。早くも総投資3万1000という状況から、この移動で逆転することができるのか。とりあえず今の台を粘るよりはいいような気がします。対するアウェー側のドッパチ、今日の狙いは276番台は前日678ゲームで閉店したんですね。リセットでも据え置きでも早い当たりが期待できるモンキーターンからスタートしたドッパチ。その狙い通りに朝市は投資3000円で初 ART をゲットする。やりました、やりましたね。あー、やばい。しかしこの ART はあえなく単発で終了。単発だ。いや、単発でしたね。まあこういうこともありますよ。回してますね。とりあえずこの台を打ちましょう。その後は北斗の剣へと狙いを変え、ゼロゲーム台をカニ歩くトッパチ。あ、マミヤがいるね。朝一のモンキーターンを合わせ都合5台目にして降格スタートらしき台を発見したトッパチ。とりあえずはこの台へ腰を据えて打ち始めると、あ、第3見渡し見ておかないとね、ヤクレスケね。白オーラが投資2000円で初 ART と好調な立ち上がり。おお、嬉しいね。かっこいいね、決勝。
3連しましたからいいですよ、白オーラでね、輪乗せなかったんですけどね。赤ビックです。そしてその後も持ちコインでボーナス、そしてそのボーナス中に ARD と出玉を伸ばすが、通常時の手応えがいまいちだったために出玉があるうちにこの台をやめる突破値、328枚交換しました。総投資は7000なんで、22枚マイナスですね。鉄拳セカンドがね気になるんで、その後気になっていたという鉄拳セカンドへと移動した突破値。おっと強チェからのスーパービッグでしたね。一等賞ビッグです。やりました。この台では投資5000円でスーパービッグに当選、さらに ARD へとつながり好調なスタートだったものの、その後レギュラー2連発と中ハマりで目玉を全て飲まれたところで前半戦が終了となる。まあもうちょっとね普段どう分かんないといった感じです。まだマイナス収支ながら嵐に対し差をつけた格好の突破値。後半戦では自らの手で優勝決定戦行きを決めることができるのか。今回撮影に協力していただいたリッチランドスロット館は JR 宇都宮線東大宮駅から車で約5分、大型駐車場管理の当店はスロット350台のスロット専門店。当店では話題の最新台を地域最速大量導入で取り揃えております。また人気台も地域最大設置でのお出迎え、最新台人気台は一スロにお任せください。お客様のご来店スタッフ一同心よりお待ちしております。皆さんこんにちは、アラスです。こんにちは、突破チです。はい、というわけで第14シーズングループ B 第5戦の後半戦、はい、突破チさんはこのシーズン戦はこれが最後の最後の戦いになる。そうだね、はい、ここでね、勝ってね、はい、ポイント取れば、まあ、決勝戦に一歩近づくといった感じです。そうですね、はい、収支プラスで100枚以上に、さだま100枚以上の収支プラスで勝つ勝ち点を取れれば2桁乗ります、ね、だいぶ優勝に、もう優勝この辺ぐらいまで来てる。この後ね、はい、何打つか分かんないけど、まあそこら辺もう視野に入れてちょっと、ね、そうですね、だから突破さんは結構逆に言ったら立ち回りがいのある状況なんで、まさにその突破さんの得意な立ち回りを披露すれば優勝がぐっと近づくぐらいな。前回嵐君とやった時に俺エヴァーズで失敗したから立ち回りさ、いやポイントゼロになっちゃったからさ、浮いてるとこにねやめればね取れたんだけどね。だから今回もミスしないように頑張るよ。頑張ってください、はい、僕はですよ、もうミスとか何のこともなくただ突っ込むしかないですよ前。もう本当にあの肉を切らせて骨を断つみたいな立ち回りで俺頑張ると思います。ここで一気にね3000枚とかね、はい、出ればね、そうなんです、一気にね、僕に勝ってで優勝に一歩決勝戦、ね、かなり近づく。あともう一戦残ってるしね、はい、おお、いけるよこれ。なんでまあ今回の本当第5戦、はい、制した方が優勝する可能性大という形になりますので、はい、ちょっとお互い今苦しい展開ですけれども、はい、諦めずにより大きなプラス優勝を目指して頑張っていきましょう。はい、はい、というわけで本戦必至の第5戦後半戦、早速実戦の方に行ってみましょう。ショウ。それでは後半戦スタートとなりますけれども、とりあえず前半戦見た感じかなり偶数っぽい台ではあるんですけれども、まあ ART の初当たりが1回、ここがですね非常に不安なポイントではありますので、まあとりあえずまずはその辺が今後どういう挙動になっていくのかっていうのが一番の注目ポイントでありつつ打っていきたいと思います。まあ、あまりにもやはり ART に当選しないようであれば見切りも考えていかなきゃいけないなとは思います。前半戦最後に大移動した嵐、ここまでの総投資31,000円、果たしてこの台で取り返すことはできるのか。はい、僕は今鉄拳セカンドを打ったんですけども、隣の台がねなんとねやめてます、人が変わってます。いや、あの台ね空いたら打ちたいんですけどね、その前にとりあえず店内の方を待ってみましょう。前半戦最後に出玉を飲まれてしまったトッパチ、台の挙動も微妙だったことから、まずはホールを回って移動先がないかチェックしてみると、このねゾロ目の88番台今コイン流した
流したところだと思うんですけどもね、スイカと、一等賞ビッグ赤七ビッグで、ね、同時当選するのを、ね、見かけたんですよね。でスイカと赤七ビッグの同時当選確率は設定6で6000分の1で、設定1で3万2675なんですよね。 なので1回引いただけでもかなり、ね、高設定に期待できるというフラグなんですよね。微妙ですね。微妙だけどね、鉄拳ってね基本揉まれますからね、今打ってる台よりもいいかもしれないですね。台動します。決めた。ということで再び鉄拳セカンドへ大移動。この移動がね、基礎出るか京都出るか頑張ります。高設定を求め果敢に大移動した突破地、今度こそこの台で腰をつけることはできるのか。まあ、なんだかんだ言って前半戦でビッグ1回しか来なかったですからね。そりゃ投資額も増えるわっていう話ですよ。せめて確率通りにビッグは引きたいですよね。お、熱い。まあ、とりあえず強役でチェリーなんで強チェリーですね。これ多分弱チェとかだったらその時点で確定だと思うんですけど、まあこれでチャンスと、これでフックっていう文字が出てくれば確定なんですが、疑似連にもいかず、でも可能性はあるぞ。お、いいじゃないですか。あら、熱い。 30% とかちょっとケチくさいこと言わずに、さあ、ボーナスはちょっとなさそうですけど、いやー ART よ、 ART 広角であれば1から3なら 25%、 4から6なら 33% です。お、チャンスパターンですね。ただ前兆っぽいかって言われるとどうなんですかね、これ微妙じゃないですか。おお、来たー、暑い。桜柄シャッターは超激アツです。しかもエピソード、まあさすがにバルキリー積もったと思うんですよね。まあ大丈夫でしょう。よいしょ、やったー、よかった、移動してよかった、まあ、そんなに差は大きくないですけど、4分の1と3分の1、まあ、3分の1の方を積もったと思いたいですよね。まあ、後半戦始まって5000円ですね、投資5000円でバルキリータイムゲットと、ここはちょっと是が非でも、ランカかセリブの、セリブのライブにはいかないと、ランカ引け。これは3回になったし、来たよ。さあここからだ。移動後100ゲームほどで ART を射止めた嵐、この大移動は成功となるのか。弱チェでもいいんだ、弱チェでも。7が中盤に止まらないね。まあ50、まあまあまあ、とりあえずあると40じゃなかっただけでもよし。頑張ってるよ俺。しかし上乗せはなし。今日はね、ここは不甲斐ない俺をちょっと勝つ入れてもらうか。あ、違う、あれ俺勘違いしました、3択だと思っててやっちゃいました。そんなサービスいらないから間違えちゃった。まあちょっとこんな時に、あれ三択じゃなかったっけ。そうだよ、乗ってくんねえよこんなことやってるようだよ。また俺なんか違う機種と混同して間違えてたもん。あ、ここで入るっていう、
こらほば次から気をつけます。とりあえず、まあ、ワンセットでしたけれども、まあ、通常時ですね、これで一応2回目の当選ということで、まあ、だいぶ確率は戻ってきました。対する突破地の方はまずいな。おえあ来た。おお、スイカ激アツですよ。あー、リプレスだ。最初はバックから狙いましょうか。ああ負けた。ああでもね、スイカの同時当選と白レギュラーで設定差あるボーナスですが、やりました。移動後投資8000円でレギュラーながら初当たりを引いた突破地。するとこのレギュラーボーナス消化後に、もう一丁。おお、ああ字が赤いとね激アツなんですけどね、白ですからね。おお、キャロットから切りましたね。誰にも邪魔はさせん。こんなパターンですね。負けたじゃん。あ、そうだろう。よかった。しかし当たったのはビッグボーナス。おい、なんで当たったんだろう。てっきりね、ART かとね、ずっと思ってたんですけどもね、白ビッグですね。まあいいや。お、ケロットからだ。今日一枚役ですね。お、斜めにリプレイが揃った。これ確定ですね。リーチ目です。やりました。15ゲーム白ピック突破し、これで初当たりから3連チャン。まさに絶好の手応えを感じているところか。最高だ。紫色ですね。出ました。頼むよ。やったでしょ。ボーナス連チャンに続き ART にも当選と絶好調の突破地。このまま一気にプラッシュし浮上なるのか。やっぱパチンコエースだよね。
このね、ナビ出るときにね、女の子が言う言葉あるじゃないですか、芝居たるぜって言ってるんですけどね、僕のね耳ではねシューマイカレーしか聞こえないですよ。ほらシューマイカレー芝居たるぜって言ってるんですけど、まあどうでもいいですね。まずいな。あれもう終わり？やっぱね2回で倒れたがおかしいと思ったんですよ。最高、許して許して。本当に何も引けねえな。ダメか。まあまあこんなもんですよね。533万、8000円投資したんでね、今のところプラスですね。対する嵐は初 ART での出玉を飲まれてしまった様子。まあとりあえず早々に特製薬から ART 入りましたし、ちょっと頑張ってみます。まあ、なかなかちょっと厳しい状況には追い込まれてますけど、いや当たんねえなボーナスが。でもビッグは、まあ、レア役と同じように ART のメイン当選ケーキの一つなんで、やっぱそれが引けないといろんな意味できつくなってきますよね。お？これこ当たってんじゃないの？2プレー同時ですね。その前のゲーム、リプレーの前のゲームは特に何もなかったんで、リプレー同時当選。ようやくボーナスだよ。よし。本日2度目です。嵐、本日2回目。この台では初のビッグボーナスをゲット。まあ、リプレイ同時なんで設定差はないボーナス当選劇になります。そろそろこうなんかいろいろつながってほしいですね。 ART もボーナスも全く絡むことなく来てますから。顔だけ手前でしょ。あ、いけね。北斗の剣だったら熱いんですけどね、指ポキね。入ってません。あ、可もなく不可もなくといった感じなんですが、このままね打っててもなんか飲まれそうな勢いなんですよね。この台よりも良さそうな台だったら移りたいなといったところです。しかしこの台以上の移動先もないことから、このままこの台を続行。お、パンダ。出ました、激アツめ。弱チャンス目からの一色ビッグ、419ゲーム終わりました。若干ハマったものの持ちコインでビッグボーナスへとつながった突破地。このまま ART へとつなげ、
再び出玉の上乗せをしていきたいところだが、おチャンスですね。こいつは強えわ。お、変わった突破地、この台での2回目の ART へ突入。ここでね、レアが引かないとね、乗らないわけですよ。せっかくの ART だったが上乗せが引けず、なおかつ単発で終了と、出玉的には伸び悩む突破地。対する嵐はビッグの出玉を飲まれ再び追加投資と、厳しい展開が続く。おお、レインボス、なになに、ああ、スイカか、おお、弱スイカですね、弱スイカ同士です。これで赤ビッグであれば特定ボーナスになります。はい、赤ビッグではないです。はい、当たったのは嬉しくも悲しいレギュラーボーナス。なんでビッグ引けないのこんなに。おわっち、おー、なんかだな。よし、まあ一応レギュラー中の当選なんで、まあ2セット、もちろんマックス3セットも期待できます。いや、右下がり引いたかと思いましたよ。中段で当たりましたね。まあちょっとラブモード自体が全然わからないんで、どこで当たったのかちょっとあれですけれども、まあ一応中断であれば設定差あります。そろそろ頑張らないとまずいです。もう投資的には2500万円近くいってますから、時間的にもそろそろ頑張り出さないとまずい。ああ、さすがにあるのかな。まあまあ上乗せ目指して頑張りましょう。わあ、つい赤枠プラス赤フラ、これは間違いないでしょ。まあまあそれはそうですわ、当たっててもおかしくね。ただシングルダメ出ちゃって、おーし、多分ここは連チャンしてくれるはず、ここはちょっとどっちか来て、どっちかを期待。頼むよ、あーおー、あと1セット入れてくれよ。ただここで、ここはもう本当最後の砦、頼む、止まりやがれ、あーあー、物にできねえ男だ。そしてあっさりと最終ゲーム、何もできなかった、しゃあないな。よかったねランカちゃん。その後自力で ART に突入するも、これも40ゲーム単発で終了と、なかなか波に乗れない嵐。ダメか、あーダメか。そしてその後再び追加投資へと突入してしまう嵐。もう3000枚出さないとプラスにならないですけど、しょうがねえ。一つだけ君にお願いがある。
頼むからもうちょっとボーナスをね、ビッグを引かせてくださいよ。俺だって今日まだビッグ2回じゃねえの。だって今度こそ そしてここから突入した愛の歌姫ステージ中に強制じゃないの。うん、強制ですね。おお、ボーナスですね、多分このタイミングで。追加投資4000円でビッグを引いた嵐。このビッグからは ART に繋がらなかったが、100ゲームを経過したところでこのタイミングで、おお、確定です。よし、いやー嬉しいわこれは。ありがとう。お、そっか、そうか、緑が揃ってるからランクライブなんですね。おし、でかい。頼むよ。おし、よし、よし、いいよ。やっぱこれですよ、アルトにはない魅力だ。いやー、これをちょっとケーキに頑張りたいですよ、本当に。そろそろ ART 中7トロ引いてもいいよ。ふん、よーしよし、よし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 。嵐、本日初の ART 中の7ゾロイで上乗せをゲット。さあ、あとはチェリー引くだけだ。まあでも70乗りましたから、よしよしよし、ここで畳みかけたいですよ。桜です。とりあえずゲーム数はちっちゃいけど、ボーナだ、ボーナ、あ、ない。おし、なんとなくでもちょっと潮目は変わりましたよ。ほら変わってきた。よし、おおお、単独だ。リーチュエンですもんね。おお、単独レグ特製ボーナスね。一応このキャラ紹介が2人で奇数偶数とかあるんですけど、全部覚えてないんで、それはちょっと書いておきましょう。やっと ART 中にボーナス来た。これをちょっと皮切りにしたいですね。まだあと2時間あるからな。2時間出っ放しならプラス収支も夢じゃない。対する突破地、前回の ART 後100ゲームを過ぎたところで、今882ゲームトータルで回して、チェリー9回、スイカ11回戦、チェリーはジャックチェリーなんですけど 44.1分の1。まあね、手設定っぽいですね。やめましょう。鉄拳を打った結果、8系通して回収が249枚、まあ、400枚ぐらいマイナスだね。やばい、あと残り時間は2時間弱。ここで頑張らないとね、せめてねプラス収支にして終わらせたいですね。嵐君の様子はね、もう僕の真後ろで打ってるんで、ね、分かってます。頑張ります。満潮のゾーン、フラッシュ賞を目指し台選びを模索する突破地。しかしなかなか良い台には巡り合えず、
今ちょうど5時なんで、ね、今の時間帰る時間なんで、お客さんがちょっと待機してましょうか。しばらく様子見に入るトッパチ。対して ART 中の嵐の方は、強制とか引かせてくれよ。熱い熱いっす。ようやく待望の降臨か。はい、強制引かないとバジラシ入んですからね。倒せよ。おーそうそう、お、両方ダメだったってこと。おっし、こいつならこのエスナシロを倒せるはず。よーし、あとはですね、非同士当選の強調の 20% でバージラッシュにも行きますし、まだこのゲーム数が小出しで出てくる可能性もあります。あーバージラッシュ、まあこれでまあボーナスかバージラッシュか、まあ外れかといったところですね。おお、オズマ熱い、マジ熱い。オズマ、よしよしよし、バジラッシュかボーナス、バジラッシュじゃねえかな多分。きた嵐、上乗せ特化ゾーン、バジラッシュに突入。このバジラッシュは、まあ、マイゲーム上乗せ抽選が行われるんですけど、継続ゲーム数が10から30まであります。でレア役引けば大チャンス。おや、来たよ。あー勝てね。なんか引きたいですね。あ、マジかよ、しょべえ、強すぎるよ。よしよしよし、なんか引け。あー終わった。もうしょべえな。まあまあまあ、30があったのでかった。この上乗せで残り ART を100とした嵐だったが、その後の上乗せは10ゲームのみ。300ゲーム続いた ART も終わってしまうのか。ボタンですか。あ、まあまあまあ、しゃーねっす。結構待ってたんですけどね、ジャグラーのいい台開かずに、バラエティーコーナークイーンズブレイドね、1台だけしか設置されてないんですけども、ちょうどね4263でビッグ14、レギュラー11という、まあまあの台が空いてました。まあね、残りね、あと400枚出せばねプラス収支になるんで、500枚かな、まあ500枚目指してこの台で頑張りたいと思います。では実戦開始します。プラス収支まであと一息という突破地、この台で見事プラス収支を達成できるのか。おお、熱い熱いよ、外れて、よし一枚焼く。クイーンズブレイドは RT 機能も搭載されているものの、基本はボーナスで出玉を増やすタイプのマシン。軽いボーナス確率も特徴なだけに、素早くボーナスに当選し、まずは出玉を確保したいところ。
ナビナシメルが4回以上来てるんで、そしたら右から押すのが嵐流です。よし。対する嵐は前回の ART 後100ゲームほどで再び ART へと突入。これは嬉しいわ。しかしこの ART は40ゲームであっさりと終了。潜ってねえかな。なんとなく、なんとなくここで引くのはどうなの。おう、RT 中のはずなのに外れ目出てたんですよ。これ多分当たってますね、ボーナス。リーチ目です。なんか、どうなんだこれ、ここで引くとどうなんだろう。おお、よし。当選タイミングは残念だったものの、青7ビッグをゲットした嵐。そしてここからやっと本領発揮なのか。ボーナスがいい、むしろ。ああ、来ました。頼む、7揃いくれ、7揃いを。赤ビッグと緑ビッグの場合はこの画面が割れるとエピソードビッグ、バルキリータイム確定のビッグになります。ボーナス中の ART 当選はできなかったが、今度は一桁ゲームでビッグが連チャン。よしよし、いいんだ、もう時間があんまりないんで、ビッグみたいにまとまって出てくれる方が嬉しい。こんな優勝に選んでる場合じゃねえ。いやー、これでバルキリータイムが絡んでくればな。信じてるよ。よし。何なんですかね、あんなに苦しんだのにボーナスつけなくて。よし、多分折り返しが過ぎたはず。これで投資分の、あとはマジ ART だ。このビッグ4連チャンでおよそ900枚の出玉を手にした嵐。 ART が絡まなかったことは残念ながら、これでプラス収支に向けやっと希望の光が見え始めたのか。お、また1万円。でかい。ああ、レギュラー、レギュラー来ました。356ゲーム、投資は3000円、レギュラーか。トッパチ、投資3000円でまずは初当たりをゲット。そしてすいません、これ入ったでしょ。初めて見ました、バー揃え、チェリーと同時当選ですね。お姉ちゃんは私が守る。お姉ちゃん、調子に乗ってんじゃないわよ。チャンスね、リナナだ。お姉ちゃん、ビッグですね。初当たりがレギュラーだったため追加投資にはなってしまったが、連チャンで初ビッグをゲットと、突破地好調なスタート。あれは静かさん。おー、レインボー、レインボー確定じゃないですかね。あの変な牛みたいな柄あったじゃないですか、あれでチャンスですからね、うん、スイカの同時当選ですね。やりました。あー、レギュラーだ。63ゲームレギュラー、突破地これで3連チャン。またバゲですね。そしてまたしてもレギュラーながら小気味よくボーナスが続く突破地。この大移動はやはり成功だったのか。対する嵐の方も4連チャン後136ゲームで再びビッグボーナスをゲット。
しかしまたしても ART はなし。ものの見事にボーナスの連チャンと ART の連チャン絡まないですね。悔しいな。とりあえずですね、もうちょっと ART キーを打つには残り時間が少なくなってきたなというところで、なんかノーマルタイプで打てそうな台がないか一応見ときます。なかなかそんな台は空いてないとは思うんですけどね。どうすかな、まあ、1136ゲームでレギュラーはゼロなんですけど、まあ、ビッグがすげえ当たってるんですよね。でビッグ確率一応230と300ぐらい16で下がって、そこのキングハナハナの島はとりあえず今のところ目立って出る台がないんですよ。でまあぶっちゃけそんなに打つ根拠データ的にはある台じゃないんですけど、まあ、一応前日前々日のデータとか、まあ、今日の状況を見る限り、まあ、一応そのオキスロコーナー1機種につき1台ぐらいはなんか出てる台があるイメージがあるんで、ちょっと移動します。最後はこのハナハナでちょっと勝負ですわ。とりあえずこのマクロスは流します。どこまで持ち直せたかだ。1500あるかな、あればあと1000枚。あーまだ遠いな、遠い。残り25分、さあどこまでやれるか頑張ってみましょう。たまにはちょっと必死になってみよう俺も。いやいつも必死ですけどね、バトルリーグっぽく必死になります。残り時間も少ないことからノーマル A タイプへと移動した嵐。この粘り通じてくれるのか。逆転の花が咲くか、夢破れて散るか、運命を託すにふさわしい台ですよ。対する突破地、打ち始め早々の連チャンで好調かと思われたが、その後若干ハマり始め、徐々にコインを削られていく。頼むよ。でもね、もうちょっとね、時間あるんで頑張ります。ついに出玉を飲まれてしまった突破地だが、そのまま続行を選択。お、熱い。ダメか。大事なテレビをヤギの父。次で天井状態。あーもうやめれないじゃん。なんでこんなに頑張ってしまったんだろう。あー天井状態来ました。1万役8回目で8回目の1万役で勝ちましたね。でも今7回目の状態で8回目の1万役が同時当選したために RT の、その天井状態なんていうんですか、チャンスゾーンに行けなかったっていうことですね。一番最悪なパターンですね。一番タイミングの悪いところでボーナス当選してしまった突破地。この辺りがビッグだったこともあり、このボーナス後はゼロゲームやめ。そしてここで本日の実戦も終了となってしまう。もうフラフラですよ、フラフラ。クイーンズブレードでは1万9000投資して357枚回収、マイナス600枚やっちゃいました。もしかしたらね、嵐君に負けたかもしれません。あーそう、差がね、差気がしねえ。対してキングハナハナを打つ嵐。ああそう簡単には下がねえか。やっぱマクロス打った後にコイン持ちなさいびっくりしますね。全然減らない。
すげえ滑ってきたからもしやと思った。よし、やりました。あととりあえずビッグね。とりあーやばい、あーなんか、うー、おっ、しかも1000円入れたばっかなんてほとんど減ってないです。はあ、どんだけ咲かせられるか。投資5000円で初ビッグを引いた嵐、果たして奇跡のプラス収支浮上はあるのか。おお、見下ろしが全然できねえな、つまらないですけどね。来てる。いやー、しかもレアなもん見た今引かれ方。おーし、よしよし、さすがノーマルタイム。こんだけ早いビッグの連チャンが来るとものすげえ増えるコインが。さあ頼むぞ俺の左手。おお、もう完全に遅めしてましたわ。たまらん。まあそろそろ引きますわな。やっぱそして花々面白い、楽しいわ。なんでこんなに面白いんだろうな、この単純なゲーム性なんですけどね。本当に癒されるよ。さあこれが最後の一打。ダメか。そしてここで時間切れで実戦終了。しょうがないです、もっと打ちたいけど。楽しかった。でもいやー、すさんだ心がだいぶ癒されました、とりあえず446枚ですね、花々では5000円の投資なので勝ちました。パチンコパチスロ最強データサイト、データロボサイト7はリアルタイムのホールデータや機種情報を見ることができる今一番熱いサイト。ホールの1週間の出玉データや当日のスランプグラフなど勝利につながる情報や、パチンコパチスロファンを魅了する内容が満載です。ぜひ一度ご覧になってはいかがでしょうか。お疲れ様でした。お疲れでした。いやなんかお互い状況あんまり知らずに打ってたじゃないですか。なんかいつの間にか妙な打ち合いになってたんですね。そうだね、乱打戦みたいになってましたね。あの低いところで。いやね、後半戦セカンドで、はい、まあ、可もなく不可もなくといった感じで、はい、やめた時はもう設定4ぐらいだったんで、あ、はい、まあやめようかなと思ってやめたんですよ、はい、でまあマイナスだったんで、はい、さらにクイーンズブレイド攻めたら、はいはいはい、1万9000食われて、はい、もうレギュラーレギュラーつって全然レギュラーばっかり連チャンして最後に704、もう天井寸前でね、はい、ピック引いてやめてマイナスですよ。あら、 39K の934枚、あれ結構いい勝負になってますよ。いい勝負、はい、じゃあ僕も振り返りますけれども、はい、後半戦ですね、こちらからです。マクロスの角台に移動して、あの後半戦始まる時には僕が打っていた方のマクロスが出始めてて、なんで通常時からめちゃめちゃやる手入るんですよ。あれって、やっちゃったくせえなっていう思いを抱えながら打ってたらやっぱ入るもんですよ、そういう時には。ただ途中で単独レグとか引いたんで、まあ偶数だったのは偶数だったと思うんですけども、まあ最終的に、まあ、ビッグとかがポコポコ当たってくれて、最後なんか前半戦当たらなかったビッグいきなりまとめてきたみたいな。ジャグレンじゃん。ジャグレン、ジャグレン。ただこの時点でもう残り時間1時間切ってるっていうか、もう残り30分ぐらいでこのままマクロスしてもしょうがないということで、キングハナハナ移動しました、はい、こちらはなんで打ったかっていうと、まあとりあえずそのキングハナハナの島には出てる台がなくて、この台ビッグだけが異常に走ってたんです。で、ハナハナってジャグラーよりもビッグ確率の差がでかいんで、でまあ逆にレギュラーは6でも3でも、まあレグが1100ゲームぐらいで1回も引けないっていうのは高設定でもありえるかなということで、まあ、ビッグの確率を信じて打ちました。そしたらポコポコポコって当たってくれました、はい、で、最終的に446枚です。投資5000もこちらプラスになったということで、こんな感じです。はい、総投資が58000、獲得枚数が1727枚なんでマイナス1173ポイントということは、危ねえ、
160ポイント差はどうなるんですか。同点。同点引き分けマジで僕の驚異の粘りに。でもまあ多分負けなくてここの時点でも同点だったくさいです。多分無駄な動きはしたっぽいんですけどまあとりあえずこんなことってあるんですね俺絶対負けたと思ってた。そう嵐くんに勝てねえよ俺。いやいやいやでも確かに今日はさすがにもうちょっと俺泣きそうでしたしね、うん、後半だからマクロスを狙いに行くんだったら偶数設定を狙うのか奇数設定を狙うのかっていうまず線引きをしっかりしないと立ち回りがぐちゃるなっていうのを今日感じました。 あとおしゅんナビをミスしちゃダメだなって思いましたよ。怒られたいとか思っちゃダメですね人は。ちょっと怒られたいからカツ入れてもらいますってやったらあ間違えたってなったんで、うん、そういうのはもう二度となくすように心がけます。本当すみませんでした。まあまあそんな感じになりましたけれども、はい、次回はですねいよいよグループ A の最終戦が行われますのでそちらもお楽しみということで今回はここで失礼させていただきたいと思います。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。第5戦結果2人揃って手痛い投資が響き共にマイナス収支のまま結果は引き分けに。このためグループ B はトップから最下位までが最終戦まで持ち込む大混戦状態に突入。パチロバトルリーググループ A、ウッチー VS 牛尾。僕4点ですか。そうね。頼むぞこれ。次回もお楽しみに。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜最新、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週水曜配信、嵐と松本。どういう気持ちで買いなきゃ。毎週木曜配信、魚拓男性の土とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。